はい、こんにちは、こんばんは、シャダイです。この動画はですね、2本目になっておりまして、こちらね、サムネ画像になるんですけれども、1本目の動画、対決カーニバルについてのね、攻略解説やったので、ぜひとも見てない方は見てください。そしてですね、そのね、対決カーニバルは、覚醒の選手が来たと。その覚醒の選手で誰を取るべきなのか、一番ね、まあ強い、ゲーム的評価で強い選手は誰なのか、まあ見ていこうかなと思います。ということで、お知らせを見ていきましょう。はい、ということで、お知らせの方に行きまして、1本目でね、まあ言ったんで、まあ軽く言いますと、まあ、ローテーションチャレンジャー来ましたと。これが14日終了かな。まあ、そこから何かしらがあって、まあ、ガチャ更新は明日にあります。これねドラフトスカウト、ガチャ更新は10月9日アニバーサリー来る方のもね判明するかと思います。ということで、対決カーニバルの選手見ていきましょう。はい、ということで選手画面の方に来まして、今回ですねローテーションチャレンジャー、まあ、ローテーションに入るんじゃ入っていくんじゃないのかなと言われる選手がピックアップされて、今回覚醒できました。スピリッツはですね、今現在が3500かな、通常それの100下がった3400になります。まあ、特能もですね、超に、ね、なりまして、かなりですね、今年ね、覚醒は補強されました。純正の方です。今後ね、通常でも出ない可能性があるんで、まあ、ほとんどの純正の方は走るんじゃないのかな、ということで、セーブから見ていきましょう。セーブはですね、伊藤さんが来ました。先発 S のコスト27、9位から69、60、67の9位型になります。球種の方を見ていくんですけども、先発中継ぎできます。第2球種がね、ツーシームとフォークありまして、まあ、ちゃんリアルタイム対戦で使ってくる方は、いるんじゃないのかな。まあ、ほぼほぼで使ってこないんですけれども、ツーシームとフォークが D。このですね、変化量がなんと1なんですよ。まあ、大体の人はですね、3とか4とかあるんですけれども、まあ、どうなるんやろ。でも使ってみたい選手ではあります、伊藤選手。特殊能力の方を見ていくんですけれども、リアルタイム対戦でめちゃめちゃ強いタイピンチ、そしてキレイを持っているんですよ。この特のキレイとタイピンチだけ見ればね、めちゃめちゃ強いんですけど、どうなんやろ。これ結構使ってみたいよね。寸評にも書いてるんですよ。球速を抑えた通信の特徴と書いているので、いやどうなんや、獲得できればですね、まあ、ちょっと育成して使っていきたいなと思います。多分ですね、どの配信者さんよりも、まあ、ツイッターの方がね使ってみた動画流れてると思うんで、まあ、ツイッターもね検索してもらえればなと。私もツイッターやってるんで、ね、ぜひともフォローしておいてください。そしてソフトバンクは笠谷さん来ました。先発 S のコスト27、9位から73、60、69の9位型と、球種見ていくんですけれども、先発中継ぎできて4球種、まあ4球種はちょっと少ないかな、現代野球の、まあ、変幻自在要因のねコンボ出すには。で脱三振伸び対右打者ということで、続きまして楽天の藤平選手来ました。先発 S のコスト27、9位から71、55、70と、藤平選手確かね1回覚醒でも来ていたような気がする。ちょっと見ていきましょう。2017ドラ1ルーキーで、まあ藤平さん来ておりまして、72、56、56、まあそこからスタミナが、かなり上がって、9位は1下がりになってしまったのかな。球種もですね見ていくんですけれども、増えています。特殊能力はこの時は伸び脱三振と。球種見ていくんですけども、カーブが増えたのかな。そしてチェンジオブペースと、まあ、縦スライダーで、中継ぎが、なくなった感じで、まあ、再び覚醒として来ました。まあ、楽天純正の方ドライチ取っているので、まあ、覚醒継承し直す形になるのかな。特能が伸び脱三振タイピンチと。藤平選手はですね球威型、そして球種も多いということで、無課金美課金者、まあ、最後まとめていくんですけれども、まあ、ちょっとね取るべき選手ではないのかなと。ロッテはですね有吉さんが来ました。先発 S のコスト28、9位から68、74、68の制球型になりまして、球種見ていくんですけれども、ツーシーム持っています。縦スライダー、まあ、これがフォークであれば先発中継ぎが、まあ、できますと。特殊能力がコントロール対ピンチ尻上がりと、まあ、かなりね結構リアルで強い特能なんですけれども、リアルタイム対戦で使うかって言われれば、まあ、ちょっと使わないのかな。日本ハムファイターズが、加藤さん来ました。先発エースのコスト28、9位から72、75、72の制球型オール B になっております。球種見ていくんですけれども、先発中継ぎできて、球種がですねかなり多く6球種持っております。特能が援護対ピンチ玉持ち、対ピンチ持ってる人多いよね。なんかそしてオリックスが鈴木選手来ました。先発 S のコスト27、9位から73、54、67の9位型。球種ね見ていくんですけれども、これツーシームスプリットを持ってるわけですよ。オリックスね結構なんか投手リアルタイム対戦向きの方が多くて、で限界突破次第中継ぎできます。ツーシームもいいでして、こちらもですねリアルタイム対戦スプリットがあるので、ワンチャン使えてくるんじゃないのかなと。特能がね対左打者、脱三振対ランナー、まあキレ対ピンチというねリアタイ最強の特能はないんですけれども、まあどうなるんやろ。これもね使ってみたい選手ではあります。リアルタイム対戦ね、畑さんがね、やってるんじゃないかという、まあ、情報も流れてきてるんですけれども、なんか30連勝かな。まあ、それが本人かわからないんですけども、本人であれば、まあ、かなりガチ勢らしいです。
連発 S のコスト28、9位が73、70、72の9位型でして、まあ、球種見ていきますと、ツーシームとフォークを持ってるんですよ。これもですね、まあ、ちょっと、ね、使ってみたい選手ではあるんですけども、限界突破で中継ぎできます。まあ、ツーシームは、ね、F なんで、まあ、やっぱ C 以上、D 以上はまあ欲しいところかなと。徳野が脱三振、切れ対右打者になります。そしてベイスターズが坂本さんが来ました。先発エースのコスト28、9位が71、71、68の同値になります。球種がですね2、4、6、7、7球種持っていて同値、まあ、これはですねかなり取る価値がある選手じゃないのかなと。無垣磨きの、まあ、リーグオーダー勢からしたら、まあ、即戦力に、ね、なってくるんじゃないのかなと。徳能がコントロール切れ脱三振。阪神行きましょう。阪神が高橋遥人選手、先発エースのコスト28、9位が76、70、74の9位型プラス1すれば、まあ、小5で A 行ったんですけれども、まあ、来年77か78あたりで、まあ、出してきてほしいかなと。球種の方を見ていくんですけれども、球種が、ね、変更されておりまして、スプリットがツーシームファストと。いやこれ大野さんタイプになるのかな。上から投げても変化量が変わらない。このツーシームじゃなくて上方向のね、まあ、ツーシームも追加してほしかったんですけれども、まあ、来年に願うしかないかな。徳能が伸び脱三振対ランナー。広島が矢端選手来ました。先発エースのコスト27、9か73、51、69になります。2年前か3年前かな、2桁勝利をしました。その時の矢端さんを獲得して、私ね9位型9位 A ね勝負でして、未だに持っております。先発中継ぎできまして、球種ねかなり多いかなと。2、4、6、6球種あります。そして徳野がタイピンチ、切れ荒れ玉、まあ、荒れ玉はつけなくてもいいのかなと。中日がですね勝野選手来ました。先発エースのコスト28、9位か72、62、73のスタミナ型になります。球種の方見ていくんですけども、4球種、まあ、ちょっと少ないかなと。徳野がタイピン1伸び尻上がり。そしてラストヤクルトが吉田選手、先発エースのコスト28、9位か68、67、69でして、まあ、スプリット持っております。まあ、この、ね、スプリットあったらツーシームあってほしいんですけれども、まあ、かなり球種は多い。投手適性は先発中継ぎができます。徳野が切れ援護対ランナー。全ての、ね、選手の能力を見ていったんですけども、誰を取るべきなのか、この、ね、覚醒ローテーションチャレンジの中で私が考える、まあ、一番取るべき選手は、まあ、このお方になるんじゃないのかなと。坂本雄也選手、やはりですね、まあ、決め手となったのが、まあ、9位制球の同値、まあ、これによって9位制球の、ね、コンボも出せます。そして、何よりですね球種が、ね、めちゃめちゃ多いんですよ。 1,2,3,4,5、6、7と7球種持っておりまして、まあ、リーグオーダーのコンボ変幻自在4位になりますし、まあ、限界突破で、まあ、先発として私は置くのではなく、中継ぎとしてはですねガンガン入ってくるんじゃないのかなと。まあ、球種も多い、制球球威同値、特殊能力はまあガチで以外でマックスすることはないんですけれども、まあ、コントロール切れ脱三振、制球球威同値、さらにまあ球種もかなり多いということで、このね覚醒で一番取るべき選手は私はねこのお方かなと思っております。そして未来的にね能力が上がりそうな方、それがこのお方になります。まあ、高橋遥人選手、防御率がですね 2.07 でして、来年ですね、もうちょっと強化、まあ、それ以上のね、活躍する選手に、まあ、今のところのね、成績で言えばなるんじゃないのかなと。まあ、ちょっとね、ツーシームはないんですけれども、まあ、復活する可能性もありますし、このね、12名の中の覚醒の中で言えば、まあ、即戦力が坂本さん、未来を見据えるのであれば、まあ、高橋さんをぜひともね、自チーム A は取ってもらいたいなと思っております。はい、ということで対決カーリマの取るべき選手でした。ぜひともですね高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日ですね、まあ、ガチャ更新があるということで、まあ、何かしらの情報と一緒に動画にしていこうかなと思います。ということで今回は以上。